皆さんこんにちは、ひろげです。ちょっと突然で申し訳ないんですけど、気がつから週3投稿にします。内訳を話すと、火曜日と木曜日と土曜日か日曜日にします。4月から社会人になるので、仕事の都合で動画制作に使う時間がなくなるのと、あとは夏頃に建築士の試験があるので、そのこと考えたら週3投稿の方がまあいいかなって思って、今回このような形になりました。動画を出す出さない際は僕のツイッターで発表します。本当はコミュニティ機能があれば YouTube でお知らせできるんですけど、それをするにはチャンネル登録者数が500人ぐらいいないとできないので、500人達成したら Twitter とコミュニティでお知らせしたいと思います。正月に発表した目標は絶対達成したいので、1ヶ月に10本以上は必ず動画を出します。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。